サンクスギビングのもう休日は終わったんですか？先週の木曜日から昨日まで4連休でした。昨日まで、はい、いいですね。どっか行きました？行かないんだ。いや、金ないから行かないです。はい。そうなんだ。飛行機代とか2倍以上なんですよ、この時期は。あ、それは行かない方がね。はい、うん、大変なことになってますから。じゃあご自宅でもうお仕事ですか？キッチンの床を張り替えたりしてました。へー、はい、いやー、偉いな。日曜大工なんだ。いやいや、もうその方が安いですから。はい、ねえ。でね、今日ちょっと感謝祭にちなんだ話をしたいと思うんですけど、はい、はい。で、まあ、サンクスギビングで感謝祭っていうのは毎週11月の、第4木曜日って決まってるんですね、アメリカでは。はい、はい。で、その翌日の金曜日、うん、もう今非常に重要な日になってきてるんですけども、これ何の日だかご存知ですか、小西さん？これはもうみんなでショッピング行くという日ですよね、うん、そうなんですよ、はい。で、これ最近はブラックフライデーって呼ぶんですね。ああ、そうみたいですね。はい、うん。で、ブラックフライデーっていう言葉だけから想像すると、どんな日を想像します？なんか暗黒の金曜日？地獄みたいな感じじゃないですか。ね、なんかウォール街の株が急落、暴落するみたいなね。ブラックマンデーですよね。ブラックマンデーだよね、あれ。ね、でもね、このブラックフライデーってのはね、このブラックは暗黒じゃなくてね、黒字って意味なんですよ。うん、ああ、なるほど。赤字、黒字で。はい。はい。うん。で、この日めちゃくちゃお店が儲かるんですよね。あ、はい、あ、で、70年代ぐらいからこ あのサンクスギビングデー明けの、うん、まあ、金曜日にですね、うん、まあ、大型チェーン店だけなんですけども、うんうんうん、まあ、いわゆるウォールマートであるとか、あの家電量販店ありますよね、はいはい、その手の、まあ、巨大なお店が、全米チェーン店がですね、うん、大売り出しを始めたんですよ、うんうんうん、で、これが大体あの年末大売り出しのクリスマスまで続く大売り出しの初日なんですけどね。なるほど。僕70年代の時でももうすでにあのサンクスギビングの時はもうこれショッピング、クリスマス商戦の始まりだと、はい、もうガンガンなんか言ってましたね。でも最近はちょっとね、それがもうひどくなってきてですね、はあはあ、大体ね、その感謝祭の日にですね、もう行列ができてるんですよ、店の前に。店の前に感謝祭の夜にはもう、ほう、感謝祭のディナーちゃんと食べないで行列に来てるんですよ、みんな。じゃあ何のためにね、ちゃんと家族集まってやってないですよ、みんな。やってないで、やってないですよ。だってあの品数限定で、うん、それこそ一つの店に5台とか6台しかないんですよね。10台とかの限定で、例えばプラズマテレビが6割引きとかですね。ああ、うん、なんか、あ、セール対象品がそれだけしかないんです。 iPod が9ドルとかですね。はあ、XBOX、ほとんどタダとかで、そういうね、客寄せの、客寄せのすごい、なんていうか、強烈な商品があってですね、うん、それがもう品数限定なんでね、うん、サークスギビングディナーのとこから並び始めてるんですよ。はあ、で、深夜0時とか、早朝4時開店なんですね、その日は、特別に。客がドワーッと流れ打ってですね、他の客突き飛ばしながら、うわーっと殺到するんですよ。日本のなんかゲームソフトの発売日みたいですね。うん、そうそうそう、それこそ Wii とかですね、そういうところに向かって、ドワーッとプレイステーションとかの方に向かって、ドワーッと走っていくんですよ。はあ、で、怪我人とか出たりですね、あらら、ものすごく寒いんでね、子供を駐車場にの車に置いといて、子供を投資させちゃったりとかですね、うわー、やばい。異常な事態が起こってるんですよ。ちょっと異常ですね。はい、でこれはちょっとなんだろうということで、そういうショッピングモールとかですね、ウォールマートとか、この時期からずっと1ヶ月続く、クリスマスまで続くその年末商戦の現場に行ってですね、お前ら買い物やめろって言ってる親父がいるんですよ。そういういらないもの買うなと、さ、ゲームとかいるのかお前はとか言って、なるほどね、踊らされるなと。そうそう、バカげてるぞって言って、こう回ってる親父さんがいるって言ってですね、今日はその人の話をしたいんですけども、はいはいはい、その人の名前はね、ビリー牧師っていうか、ビリー孫子というかですね、レベレンドビリーって言うんですけど、はい、牧師さんなんですよ。なるほど。それでショッピングモールとかでこうわーっとその年末再戦でこう商戦でガーッとお客が盛り上がってるところにですね、うんうん、人を40人20人ぐらい連れていくんですね、うんうん、で人の人たち、ドリフターズ の, あの少年少女合唱団みたいな、なんていうんですか、よく知らないんですか、サープラスみたいな、あ、このあれなんだっけ、キリスト教の合唱隊の服ってありますよね、ポンチョみたいな、ああいうの着てるんですよ、ね、そうそう、スモークみたいなの着てこうついてくるんですね、うん、はあはあ、でもちろん許可取ってないんですよ、店の。ああ。でその、まあ、店のど真ん中に行ってですね、はい、みんな聞けって、うん、無駄な買い物は罪だって、無駄な買い物は悪魔の誘惑だって、
ショッピングを今すぐやめないと神の裁きが下るぞ、あハレルヤーって言うんですよ。なるほど、ちょっとエヴァンジェリカルな、ね、うん、こう歌なんですけど、今いわゆるゴスペルソングですね、うん、ゴスペルソングを、買い物やめろ買い物やめろとか歌い出すんですよ。地獄に落ちるぞとかって言うわけですね。神様買い物しろって言ってるかとか聖書に書いてあるかとかやるんですよ。なるほど、すごいね。これですね、教会でですね、チャーチオブストップショッピングって、ショッピングやめろ教会っていう教会の信徒たちなんですね。あ、なるほど。はい。で、まあ、そういうとこ行ってね、まあ、騒いでると警察が来てですね、捕まえられて、逮捕されてっちゃうんですけども。まあ、営業妨害ですよね。営業妨害なんですけども、うん、でも、出した罪じゃないんで、翌日出てくるんですけどもね。うん、出てくんだ。で、この人たち、その、ストップショッピング協会のですね、はい、まあ、なんていうか、1ヶ月にわたるですね、年末再挑戦と戦う姿を追っかけたドキュメンタリー映画が公開されまして、またドキュメンタリーが、ドキュメンタリーなんですけども、できましたか。これ、What Would Jesus Buy? っていうタイトルでですね、ほう、もしキリスト、イエス・キリストがこの世にいたら、うん、買い物なんかすると思うかっていう意味のタイトルなんですね。ああ、買い物などすると思うかと。うん、そうなんです。キリストが何買うと思ってるんだと、うん、何も買わねえよと、買わねえだろうと、うん、いうことでですね、単語なんだねこれ。そうなんですけど、うん、そういうタイトルのドキュメンタリーで、まあ、1ヶ月にわたってですね、全国各地に行ってですね、うん、そういうショッピングセンターにテロを仕掛けるわけですね、はあはあ、で例えばウォルマートの本社行くんですよ、乗り込んでいくんですよ。ほう。でウォルマートの本社の前 の, その看板に向かってですね、うん、この会社は悪魔の会社だっつって、うん、悪魔払いをしようっつって聖水をかけてですね、エクソシストするんですね。そういうことやってて、あとスターバックスにも行くんですよ。でスターバックスに行くとカウンターの上にですね、いきなりこのビリー牧師が飛び乗ってですね、そのコーヒーを飲むんですね。いきなり金で買ってないのにコーヒー掴んで横から飲んじゃうんですよ。あれやなんてうまいコーヒーなんだって言うんですよ、うん、こんなうまいコーヒーの店じゃなかったと、うん、このスターバックスがあったところには昔、うん、アンおばさんが経営してるまずい喫茶店があったんだと。あのおばさんがめちゃくちゃ相性が悪くていつもブスッとして、何のサービスもしないし、コーヒーはめちゃくちゃまずかったけど100円だったと。ところが今お前らは一杯400円出してカフェラテ飲んでるだろうと。で、どうしてあのアンおばさんの店はどこ行っちゃったんだって叫んで、アーメンって叫ぶんですよ。なかなかまたね、警察に捕まるんですけど。パフォーマンスとしては面白いですよね。面白いんですよ。で、まあ要するにスターバックスはどこ行ってもうまいと。どこ行っても同じ味だと。でも昔はそれぞれの喫茶店がそれぞれにまずいコーヒーを出してたじゃないかと。そういう味はどうなっちゃったんだっていうふうに叫ぶんですね。なるほど、なるほど。これ日本でも来てやると面白いですね。日本はまさに茶店がたくさんあったわけですからね。はいはいはい。どんどんまあチェーン店潰されていくんですよね。アメリカのだってコーヒーなんてのはスタバよりもまずかったですからね。いやもう激まずだったんですよ、僕アメリカ着いた。住み始めた頃は泥みたいなあのものでしたよね。そうだったですね、麦茶みたいなもんでしたから、厚くした、うん、で、うん、あとね、ディズニーショップにも行くんですけど、ディズニーランドにはね、もう何度も行ってるんですよ、うん、攻撃仕掛けに彼らは。このビリー・ソン氏はですね、ミッキーマウスの人形を貼り付けにするんですね、十字架に。それで練り歩きながらですね、ミッキーマウスはアンチキリストだって言うんですよ。どうしてますか。これはね、子供たちの想像力を奪うだろうと。子供たちは自分たちの世界を考えなきゃならないのに、うん、ディズニー的な商品というのは全てもう押し着せで、うん、何もかも夢の見方から何から何まで規定しちゃってるだろうと、うん、で自分たちでそのキャラクターを想像することも子供たちなくなってるじゃないかと、うん、子供たちの想像力を奪うってことは悪魔と同じであるって言って、ミッキーマウス十字架に引っ掛けてですね、また捕まっちゃうんですけど、捕まっちゃうよね。捕まるよね。もうそういうことをしてる人たちでね、めちゃくちゃ面白いんですね、うんうん、はい、これ結構あれですか、年金入ってるんですか、この人ら。いつ頃からやってるんですか。この人たちが本格的に始めたのはですね、はい、2001年 の, あの、うん、911テロの翌日あたりなんですよ。ああ、そうなんだ、うん、で911テロの翌日の 9月12日にですね、うん、ブッシュ大統領が有名な演説を行ったんですけれども、ああ、やりましたね、あの買い物しろって演説したんですよね。アメリカ経済を救うために、あのみんな今買う気がなくな、物を買う気がなくなってるんだろうけども、特に株とかね、はい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 、不動産とか、要するに、まあ、いろんなものをですね、車とかですね、はい、そういったものを買うのをやめてるだろうけど、そしたらアメリカの経済落ち込んでしまうから、テロリストと戦うためには買い物しろって言ったんですよ、ブッシュ大統領が。つまり経済活動を鈍化させるというのはテロリストを思うツボになってしまうという、ね、そうなんですよ、うん、でそれを見てこのビリー・ソン氏怒り狂いましてですね、うん、これは戦わなきゃいけないって言って戦い始めたんですけども、うん、それってすごいね、あの時にあの大統領って逆のことをやろうというのはね。そうなんですよ、偉いよね。ただね、この要するに彼の言ってることは筋が結構通ってて、ビリー・ソン氏の言ってることは通ってるなと思うのはですね、うん、そういうチェーン店とかそういうところに行くだろうと買い物って言って、はいはい、でそれって結局
どこに行くんだと、その金は。ってことなんですよ。ってのは、そういう、まあ、ウォールマートに限らないですけども、うん、あの マクドナルドでも何でもそうなんですけど、アメリカのそういうチェーン店の、その、うん、で働いてる、その、レジ打ったりしてる人たちは、みんないわゆるワーキングプアなんですね。うん、で、まあ、賃金が最低限に抑えられてて、うん、でしかも健康保険も会社が負担してないんですよ。なるほどね。で、働けば働くほど貧しくなるんですね。うん、で、しかも売ってるものはどこで作ってるかっていうと、うん、まあ、ウォルマートだとまあ典型的ですけども、うん、ほとんど中国ですね。中国ですね。うん、ギャップでもそうですけども、うんうん、まあ、アジアや中南米の非常に貧しい国でですね、うん、その、まあ、時給15円ぐらいで働かせて作ってるんですね。うん、で、原価のですね、100倍ぐらいの値段をつけてアメリカで売ってるわけですよ。うん、で、それはその地元の労働者に入らないし、もちろんその店で働いてる人にも入らないですね、最低賃金だから、うん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 、どこにも行かない、結局それ経営者のところにしか行かないんだから、うん、こんなもの買っても意味ねえよっていうふうにビリーソン氏は言うんですよね。はい、でしかもそのそこで働いてる人たちに職を与えてるじゃないかって彼ら言うんですけども、うん、だそれはでかい大規模量販店が来ちゃったもんだから、うん、地元の店全部潰れちゃったんだもん。ああ、そうかそうかね。商店街みんな廃墟になっちゃってるわけですから、うんうんうん、服屋さんとか肉屋さんとか八百屋さんとかもう全部潰れましたから、うんうん、レストランも、うん、で全部そういうチェーン店しかなくなっちゃったから仕方なく地元の人はそこに働きに来てるだけで、うんうん、別にそこにどうしても働きたくて来てるわけじゃないわけですよ。潰されたからなんですよ。なるほど、うん、だこういうことで、まあ、グローバリゼーションとかですね、うんうん、そういったチェーン店によるその地方のローカルのビジネスの破壊っていうものを要するに促進するようないわゆるアメリカの買い物今日時代っていうものは全く意味ないからやめるべきだと、うん、というふうに、まあ、このドキュメンタリーでも指摘してるわけですか。てかこのビリーっていうあの孫氏が演説するわけですよ。演説するんだ、ね、説教で。あ、ね、だからこういうわけですよ、うん、去年アメリカ人が買い物に使った額はいくらだと思うとか言うと信者たちが、うんうんね、4550億ドルですって言うんですよ。でところがそのお金はどこから出たんだと、お前らそんな金が買う金があるのかと、うん、アメリカ人のクレジットカードの負債は合計で今いくらなんだって言うと、うん、4兆5000億ドルですって言うんですよ。はいはいはい。これみんな買える金がないのにクレジットカードをどんどん作らされて、そうね、空買いをしてるんですね。そうね、このクレジットがこのアメリカ経済の元凶のようなところになってますよね。だってもうクレジットカード作りませんか作りませんかってどこって言われるんだもん。まあ日本も同じなんだけど、野菜買いに行くと言われるんですから、スーパーでクレジットカード作りませんかねえ、あ、むちゃくちゃですよ。ビリーとシントがコール&レスポンスで、そういうふうにこう、問題をこう、明らかにしていくわけだ。そうなんですよ。それがね、パフォーマンスと非常に面白いんですけども、うん、例えばこういうわけですね、こう、クリスマスってのは一体何の日なんだと、うんね。これは貧しい人たちを救うためにキリストが生まれた日だろうと。うん、なぜその日にね、うん、iPhone だの、任天堂なのを買うんだと。関係ねえだろって言うんですけども、ちょっとシントが、そうですってやるわけですね。ほうほうほう。でなんていうか、あの主イエスがね、うん、聖書の中で一度だけ生涯一度だけ激怒されて、うん、暴力を振るわれた時がある、うん、それはいつだっていうと、うん、欲に目を血走らせた商人どもを蹴散らした時、ただその一度だけですと、うん、ならば答えは明らかだと、うんね、主が一番憎んでることはなんだ、買い物ですってやるんですよ。ハレルヤーってやるんですけど、あ、なるほどなるほど。これ実際そうで、聖書の中でキリストってのは一回だけ暴力振るってるんですよね。おー、それはあのまあまあ、なんか商売をしてるやつらが、まあ、もう金儲けばっかりこう考えてるところ行って、蹴散らしてるんですけど、キリストは、うん、キリストが一番憎んでるのは金儲けであると、うん、いうことなんですが、うん、ただね、これ、この人たちは、このビリーさんたちは、実はこれ、宗教団体じゃないんですよ。ほう、これ、ギャグなんです。あ、ギャグなんだ。一種の劇団なんですよ。あー、ドラマ仕立てになってるわけですか。これ、パフォーマンスなんですよ。パフォーマンス、まあ、命がけでやって逮捕されたりしてるんですけど、はい、このビリーさんって人は別にあの宗教家じゃないんですよ。へえ。牧師って言ってるけど嘘牧師なんですね。なんちゃって牧師なんです。そうなんだ。なんちゃってなんだ。じゃあでも役者みたいなもんですか。そうなんです。でただね、やっぱり本、うん、言ってることは本気でね、主張してることは本気なんですね、うん、はい、ただまあ、別にどっかの宗教団体からちゃんとしたお墨付きをもらってるわけじゃないんですよ。じゃないんだ。この顔、はい、ビリーというから、ビリー・グラハムという有名なね、伝道師の人いましたよね。そうなんです。これやっぱり、はい、やっぱり顔似せてんですか。この人本名はビリーっていうんです。ビリー・ターリンっていう人なんですけども、ビリー・グラハムのパロディです。やっぱりパロってんだ。はい。で、要するにこのビリー・孫氏が言うにはですね、うん、本来アメリカのキリスト教原理主義者っていうのは、こういったそのなんて金儲け主義の世の中とか、その要するにアメリカの地元のビジネスを壊すその商売に対して反対するべきだろうと。あ、本当はね。ね、うん、でそれなのにしないじゃないかと、うん、でどうしてだと思うって言うんですね、うんうん、それはなぜならばキリスト教原理主義者たちは今現在テレビでもってですね、クレジットカードで寄付集めやってるんですよ。あ、やってますね。電話かけてクレジットカード番号を言うと寄付が番号出るんだもんね、うんうん、だからもっとひどいことやってるから彼ら批判できないんだと。
なるほど。だから俺がやるんだと。お前らができないから俺がやってやると。そうなんですよ。だから本当はキリスト教徒でも何でもない、キリスト教徒ではあるんですけども、あの本当のなんていうか聖職者よりもずっとこの人の方がね、うん、正しいことをやってるとか面白いなと思うんですね。だつまり必ずどっかで営業妨害で捕まるけど、まあ、次の日ぐらい出てきては、はいはいはい、また場所変えていろいろあちこちやってるってことですか。もう手錠とかかけられてね、引きずり回されてましたね、映画の中ではね。へぇ、それすごいね。ディズニーランドのど真ん中でですね、面白かったです。ディズニーランドの中に警察署があるんですよ、僕知らなかったんですけど。え、あ、すごい、ね、ディズニーランドの中に あるんですよ、警察署が。そこに連行されてる。カリフォルニアのディズニーランドですね。そうなんですよ、カリフォルニアの。この人ら何して食ってんですか。じゃあ、まあ、なんかバイトかなんかしてんですか。この人はほとんど仕事してなくて、まあ、信徒と言われるその、まあうんまあ、仲間からですね、まあ、お金もらって暮らしててですね、寄付集めたりとか。そうなんですよ。だからすごい貧しいアパートに、まあ何もない部屋に暮らしてるんですよ、貧乏で。それすごいね。だこの人の方が正しいですね。だからアメリカのキリスト教徒キリスト教の聖職者たちってみんな、うん、ものすごいお金持ちでロールスロイス乗ってますからね。ねえ。どっちが正しいか。テレバンジェリストなんてもう本当ネットワーク作って丸儲けですもんね。そうなんですよ。だどっちが天国に行くかって考えるとね、うん、やっぱりこっちの人、このビリーさんのはね、正しいなと思うんですけどね。なるほど。はい。これやっぱり見てる人はどうなんですか、遠巻きに。やっぱりなんとなく、迷惑がってんのか、同情して見てんのか、どんな感じですか。いや、みんな笑ってますよ。やっぱ面白いから。面白いから。そのやりとりが。ああ。拍手してる人もいるしね。うんうん、うん。やっぱりみんな買い物に来てるんでね、ちょっと反省したりしてね、うん、買わないで帰ったりする人もいると思うんですけどね。なるほど。やっぱりちょっと悪かったなっていうね、地獄に落ちるかなと思う人もいると思うんですけどね。でも本当乗せられて、バンバンと、クレジットカードで買いまくって、で、はい、信用もないのに、家帰って行って、それでそれがサブ、ね、プライムローンみたいになっちゃって。サブプライムローンですね。サブプライムローンは今アメリカ経済自体を崩壊させるかもしれないって言われてるんですけど、うん、あれって実はこのクレジットカードをやたらと発行するっていうこのアメリカ的社会の延長線上にあるんですよね、うん、そうですね。だから買えるはずのない、要するに年収200万ぐらいの人に、うん、要するに、ね、3500万ぐらいのですね、うん、家を無理やり買わせちゃうんですよ、ね、でクレジット大丈夫ですかってローンは組みますからって言っておいて、うんうん、で全部ぶっ倒れちゃうんですね、無理だから、ね。これが今アメリカ経済自体の足を引っ張ってて、それこそ世界経済破綻にもつながるかもしれないって言われて、それを証券化して、それでもって世界にばらまいて、ヨーロッパの銀行から日本の銀行から大迷惑になってるわけですからね。そうですよ。それでまたアメリカ政府がこれを助けるかもしれないってことはあるわけでしょ。でアメリカの国債化っていうのは日本の政府なんですけどね、もうめちゃくちゃな状況になってるんですが、ね、その根はこのクレジットカード社会っていうか、ショッピング時代にあるんですね。なるほど、はい、これは大事なビリーさんという運動を今日は紹介していただきました。でも日本も結構 変ですけどね。なんでね、なんでね、キリストの誕生日にね、デート用のレストランとかですね、セックス用のホテルが儲かるかって関係ねえだろお前とか思うんですけど、日本もこういうの必要だよな、このビリーが。必要です。こういう人が戦うべきですね。だから中国でタダみたいなコストで作った T シャツを1万円近い値段で売ってる猿野郎とかですね、携帯小説でバカな終わり頃なんてだんだんとまたエンジンが出てきましたですね、ちょっといっぱいいるわけですね。アニメを真似したイラストを芸術と称して数千万円で売ってる自称アーティストとかですね、もういっぱいいるわけです。デタラメな翻訳で英語字幕を独占してるおばちゃんとかね、デタラメな占いで視聴率の女王とか呼ばれてるヤクザのおばちゃんとかいっぱいいっぱいいるんでね、ギリギリになったらなんか面白い話がどんどん、みんな地獄に落ちると僕は思いますね。アーメン。はい、カリフォルニア州バークレーから映画評論家町山智博さんでした。